皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。どうもトロピカプレゼンテーターのぶっちです。今回はメダカの塩水浴徹底解説、濃度や容器管理方法まで詳しく解説しますというテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは高品質で低価格な規格サイズアクリル水槽を販売しています。詳しくは概要欄をご確認ください。ということで今日はメダカです。塩水浴についてはこれまでにいろいろな動画でお話ししてきたんですけれども、今回は特にメダカに対して塩水浴を行う時の具体的な方法や塩水浴を行うべきタイミングの見分け方などについてお話ししていきたいと思います。メダカはご存知のようにとても丈夫なお魚なんですけれども、それでも時には体調を崩してしまったり病気になってしまったりすることがあります。これはもう生き物なので仕方ないことです。原因がはっきり分かればすぐに対処することもできると思うんですけれども、中にはどうして体調を崩してしまったのか原因がはっきりしないこともあるかと思います。そんな時に試してほしいのが塩水浴です。塩水浴を適切なタイミングで行うとメダカの体調を回復させることができたり、病気の初期であれば病気の治療効果も期待することができるので、原因がよくわからないんだけれどもなんかメダカの調子悪いという時はぜひ塩水浴を試してみてください。今日の動画ではメダカに塩水浴を行う方法や塩水浴を行うかどうかの見分け方などについて4つの項目に分けてお話ししていこうと思います。こちらです。1、メダカの塩水浴について。2、塩水浴の効果。3、塩水浴をさせるタイミング。そして4、メダカを塩水浴させる方法。この動画をご視聴いただければメダカの塩水浴について完璧に理解することができますので、メダカ愛好家の方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速1つずつ解説していきましょう。メダカの塩水浴徹底解説1、メダカの塩水浴について。まずはメダカの塩水浴についてお話ししていきます。塩水浴と聞くと金魚や熱帯魚に行う治療法のイメージが強いかもしれませんが、実はメダカの体力回復にも非常に有効な治療方法です。濃度を調整した塩水に弱ったメダカを入れることでメダカの回復力を高める効果を期待することができます。薬浴とは違って塩さえあれば行うことができるので、アクアリウム初心者の方でも簡単に実践できるというのが塩水浴の大きな魅力の一つです。ただししっかり濃度を調整して行わないとメダカに余計なストレスを与えてしまったり体調をさらに悪化させる原因にもなりかねないので、塩水浴を行う際にはきちんとした正しい方法で行うことが大切です。メダカの塩水浴徹底解説2、塩水浴の効果。続いてはメダカに塩水浴をさせることで得られる効果についてお話ししていきます。塩水浴の効果は主に次の3つが挙げられます。1、体調不良の回復。2、エラ病の初期症状の治療。3、寄生虫治療の補助。メダカは淡水魚で飼育水よりも体液の方が塩分濃度が高いので、常に浸透圧調整と呼ばれる体液濃度の調整を行うことで余分な水分が体内に入ってくるのを防いでいます。ただしこの浸透圧調整には体力を必要とするので、体調不良の時にはなるべく行わないようにした方が良いですよね。そのような場合に塩水浴を行うと体液と飼育水の塩分濃度の差が小さくなることによって浸透圧調整の負担を減らすことができ、その分の体力を温存して回復に専念できるようになります。また塩水浴によってメダカの粘膜が少し剥がれたり、エラから粘液が出たりしますが、これによってエラ病の原因になっている細菌や寄生虫を体の外に排出するという効果も期待することができます。また体表についている寄生虫を除去したい時には薬浴と並行して塩水浴を行うことで治療効果を高めることもできます。このように弱ったメダカの体力を回復させたり寄生虫を除去したい時に塩水浴はとても効果的な治療法だと言えるでしょう。メダカの塩水浴徹底解説3、塩水浴をするタイミング。続いてはメダカに塩水浴を行うべきタイミングについてお話ししていきます。ズバリメダカに塩水浴をさせるべきタイミングは次の4つです。1、元気がないとき。2、餌を食べないとき。3、底の方でじっとしているとき。4、喧嘩などで体表が傷ついているとき。塩水浴の一番の効果は回復力を高めることです。普段と違って元気がなく餌を食べないときや底の方でじっと動かないなど体調不良が疑われる場合には塩水浴を行うことで効果的にメダカの体力回復をサポートできるのでおすすめです。ただし塩水浴を行うには必ずメダカが体調を崩す原因を作ってしまっていないかしっかり確認しておくことが大切です。またメダカが何らかの病気にかかっていてその病気を特定できるという場合には塩水浴よりも薬浴を行った方が直接的な効果を期待できることもあります。なんか変だなと思った時はまずメダカをよく観察して原因をしっかり見極めてから対処するようにしましょう。
メダカの円錐浴徹底解説4、メダカを円錐浴させる方法ということで、続いてはメダカを円錐浴させる具体的な方法についてお話ししていきたいと思います。円錐浴は大掛かりな設備や道具を用意せずとも簡単に行うことができるので、アクアリウム初心者さんもぜひ挑戦してみてください。まずは円錐浴用に5リットル程度のバケツか容器を用意しましょう。円錐浴は隔離して行うのが基本です。体調の悪いメダカがいる水槽に直接塩を投入すると、飼育水の塩分濃度が高くなることで水草が枯れてしまったり、エビが死んでしまったりと水槽内の環境を崩してしまう危険性があります。なので円錐浴を行う際には、まずメダカをメインの水槽から別の容器に移すようにしてください。メダカは小さいので1匹であれば100均のプラケースでも問題なく円錐浴させることができますが、あまりにも小さい容器は水質の悪化や酸欠を起こしてしまう危険性が高くなるため、なるべく大きい容器を用意するのが失敗しないコツです。容器が用意できたら、次は実際に円錐浴を行うための塩水を用意していきます。メダカを円錐浴させる場合には、塩分濃度が 0.5% の塩水を用意すると良いでしょう。0.5% と聞くと分かりづらいですが、水1リットルに対して塩を 5g 溶かすようにすると、塩分濃度 0.5% の塩水を作ることができます。参考にしてみてください。使用する塩は一般的な食塩でも問題ありませんが、市販されている円錐浴専用の塩を使用するとムラなく溶けやすかったり、計量スプーンがついたりしていて楽に塩水を用意することができるのでおすすめです。容器と塩水が用意できたら、ゆっくりと水合わせをしてメダカを実際に円錐浴させてみましょう。円錐浴を行う期間は5日から7日程度を目安に、体調を確認しながら調整してみてください。新しく用意した塩水にはバクテリアがいないので、水質の悪化を防ぐためにも円錐浴中は餌やりはなるべく控えるようにしましょう。ただし円錐浴が長期化するようであれば、通常の3分の1程度を目安にごく少量ずつ餌を与えるようにすると水質悪化を防ぐことができるのでおすすめです。また円錐浴中は1日おきに全換水をするようにしましょう。先ほどもお話ししたように、新しく用意した塩水にはバクテリアがいないので水質がすぐに悪化してしまいます。なのでなるべくきれいな水質を維持するためにも、こまめな水替えが欠かせません。別の容器に同じ濃度の塩水を作り、水合わせの要領でゆっくりとメダカを新しい塩水に移しましょう。その際には塩の溶け残りがあると塩分濃度にムラができてしまうので、塩は完全に溶かしきっておくようにしてください。もちろん温度合わせも忘れずに行いましょう。メダカの体調が改善したら、通常の飼育水にメダカを戻しますが、この時いきなり元の水槽に直接戻してしまわないように注意してください。3日ほど様子を見ながら水替えを重ねて、元の水槽と隔離水槽の塩分濃度の差をなくしてから元の水槽に戻すようにすると、水質の変化による負担を抑えることができます。気をつけましょう。またメダカを円錐浴させる場合は、隔離ケースにろ過フィルターをつけても良いでしょう。メダカの円錐浴では水量が少なくなりがちなので、常に水質の悪化と酸欠に気をつけておく必要がありますが、ろ過フィルターを使えば効率よく酸素供給を行うことができますし、水を循環させることで水質の悪化も抑制することができます。ただしフィルターを用意したとしても、ろ過バクテリアが増えるわけではなく、生態にとって有害なアンモニアは蓄積していくので、どのみち水替えは毎日行う必要があります。またろ過フィルターに対して容器が小さいと水流が強くなることでメダカの負担になってしまうことがあるので、ろ過フィルターを使用する際には10リットル以上のバケツやプラケースなど少し大きめの隔離容器を用意するようにしてください。おすすめは扱いやすい投げ込み式フィルターです。もちろんろ過フィルターを使用せずとも円錐浴をさせることができます。ただしその場合でもエアレーションは必ず投入するようにしましょう。ろ過フィルターほどではないものの、水を循環させる効果に期待することができますし、酸素が少ないとそれだけでメダカの負担にもなってしまうので、酸素の供給はとても重要です。こちらもろ過フィルターと同様に強力なものを使用するとメダカを疲弊させてしまう可能性があるので、小型もしくは突出量を調整できるエアポンプがおすすめです。水面が軽く揺れる程度で OK です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。今日はメダカの円錐浴について、効果やタイミングの見極め方、具体的な方法などについてお話ししました。円錐浴はメダカの回復力を高めて体調不良を改善するのに効果的です。様子がおかしいなと思った時にはぜひ円錐浴を試してみてください。
実際に行う際はまず5リットル程度のバケツや容器を用意します。続いて 0.5% 程度の濃度に調整した塩水にメダカを移しましょう。期間は5日から7日程度を目安に行ってください。すぐに水質が悪化するので1日おきに全回水するようにしましょう。ろ過フィルターはあった方がいいですが、なくても塩水浴は可能です。エアレーションを忘れずに。こんな感じでした。いかがでしたでしょうか。はい、ということで今日はメダカの塩水浴についてお話ししました。いくら丈夫と言われるメダカでも時には体調を崩してしまうことがあります。そんな時に今回ご紹介した正しい塩水浴の方法を知っていればメダカの体調を回復させるのに役立つこと間違いなしです。ここまで見ていただいた皆様ならもう完璧に塩水浴をできるようになっているはずですので、ぜひ今すぐメダカの塩水浴にチャレンジしてみてください。トロピカチャンネルではプロたちの豊富な経験に基づいたアクアリウムに関する情報やテクニックを発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。